どうも、まやこ社長です。今日はね、当てはまるとやばい 100% 結婚できない男に共通する足りないもの、これ性格別に解説をさせていただきます。結婚できない男性に共通するものは世の中でいろいろと言われているんですけれども、人はいろんな性格がある上に人の好みというものがありますよね。なので一般的にこういう性格を持てるんだけど、こういう性格を持てにくいというのは確かにあるのは間違いないです。ただどの性格であってもね、その性格それぞれに対してこれが欠けてると持てないというものは実は存在するんですね。で、実はそれぞれ性格によって全く違うので、今回はどのような性格の方であってもモテるようにするためにどうしたらいいか、この個性を大事にしたいと思います。なのでこのモテるためにはそれぞれ性格に合った性格ごとに必要な要素というのがないといけないので、今日はこれをお伝えさせていただきます。これをご覧いただければどんな性格であってもご自身の性格の特性、これを生かすことができますので、ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。なので今日はね、前編と後編で分けたいと思います。なぜ今回の研究なんですが、今回は筑波大学による研究です。心理学と社会学の研究データと、あと日本で集められた統計データから5つの性格パターンに分けて、それぞれの性格ごとにこの性格にはこの要素、この性格にはこの要素ってね、それぞれのこの要素が揃っていると、女性が魅力的に感じる男性だよってものについて実は性格に特化して研究されたものがあります。で、今回の日本の研究なので、より日本人の皆さんに沿ったものになりますのでね、ぜひねお楽しみにしていてください。で、今からね、挙げるそれぞれのパターンで、ご自身の性格にこれ当てはまるなっていうのがあれば、それに足りないものを補うというふうにすれば非常にモテるようになりますので、ぜひね、ご覧いただければと思います。で、次から、今から挙げるそれぞれにご自身が近いと思うのはどれかっていうのをね、まず見てください。まずね、性格パターン1、一つ目の性格パターンなんですけれども、優しい、真面目、誠実、寛大。このね、どれか4つのうち、で自分の要素は結構この要素がもう揃ってそうだなっていう方は、ぜひねご自身に重なるものが複数ある場合、このパターンの中で足りないものを意識的に補ってください。例えば自分は優しく真面目なタイプだなっていう方は、それに対して誠実さはもちろん寛大さを持たないと持てないということですね。なので相手に対して優しくって真面目な方は、相手に対して厳しい目ではなくて多少のことがあっても笑って受け流す、こういう寛大さを持ちましょうということなんですね。なので優しさとか真面目さが強い方は誠実寛大さが必要ですし、僕は寛大なタイプだなと思ったら、ここに優しさと真面目さと誠実を重ねると、この4つの要素が揃えば持てるということになります。次いきます。性格パターン2つ目、2つ目は知的、クール、静か、自制心が強いことです。もし皆さんが、ね、僕は知的だなとか、僕はもう静かなタイプだなというのであれば、ここに自制心の強さと、あとクールさを持ち合わせないとダメです。で、もし自分が知的なんだよね、クールなんだよねっていうのであれば、自制心の強さをしっかり持たないといけない。だからどうなのかというと、何かこう嫌なことがあっても、腹立たしいことがあっても、カーッとなって論破をするようなことはしないということです。これは、この自制心ということに関係するということですね。なのでぜひね、知的でクールな方というのは自制心を強く持ちましょう。そして静かな行いをすると、で相手を論破するようなこととかをしないで、とにかく自分の感情を抑えて、ね、自制心をちゃんと持って大人としての対応しましょうということですね。次、性格パターン3つ目は、洗練されている、スマート、清潔さがあるということですね。なので自分には清潔さがあるな、清潔感があるな、僕は清潔感あるよねっていう人は、洗練さとスマートを身につけなきゃダメです。自分はすごくなんか洗練されてる人だよねと思ったら、ここにスマートさと清潔感を身につけないといけない。逆にスマートであれば、そこに清潔さと洗練さを持っていくということがあります。なのでもしね、自分が清潔感があるのであれば、もう本当にこう都会の素敵なスマートでね、そういうスマートな振る舞いと、あとはそのエスコートの上手さだったりとか、洗練さですね、ファッショナブルなセンス、これをぜひ身につけるということが非常に大事であるということですね。ですので今日のまとめです。今日のまとめは、優しい、真面目、誠実、寛大、この4つの中でどれか揃ってない人はどれかは必ず全部セットで揃えると。そして2つ目は知的、クール、静か、自制心が強いです。で、3つ目は洗練されている、スマート、清潔さがあるということです。皆さんの中でこの3つの中でご自身に近いパターンってありましたか？ね、もしこれに近いパターンを見つけたのであれば、そのパターンの中での足りない要素が加わるだけで、女性がこの男性すごく魅力的だな、素敵だなというふうに思えるようになります。こういう男性像に近づくことができますので、ぜひ、ね、これをやってみてください。ではね、この1
1から3つ目まで当てはまらなかった方は何かというと、これは次の動画でお話します。次の動画ではまた違ったタイプの性格の方向性の方に対して必須のモテ要素をご案内させていただきますので、ぜひね次回の動画をご覧ください。特に次回の後編は多くの人にありがちなんだけれども、でも欠けてるよね、これ本当に当てはまりやすいけどそういえば欠けてるよねっていうことの多いモテの性格の組み合わせを話します。ぜひお見逃しなくということで、次回は当てはまると一生独身と 100% 結婚できない男性に共通する足りないものを性格別に解説、これを次回の動画でお話しさせていただきます。よかったらねぜひご覧ください。ということで今日はね、当てはまるとやばいよと、ね、100% 結婚できない男性に共通するもの性格特性についてお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでね、うちはねなんと成功率がなんと 95% ですね。すごいですよね。世の中だいたい 23% というのがね、平均の数値で出てるという中で、うちはなんと 95% だからね、ほとんど皆さん結婚まで行ってますので、ぜひね婚活を成功させたいという方はぜひスマートブライダルコンタクトいただければと思っております。またねちょっとねいけない婚活は敷居が高いなって方はぜひね気軽に手軽に参加できるオンラインでのね婚活パーティーの方参加してみてください。下の概要欄公式 LINE にお友達になっていただくと、そこからパーティー情報を流しています。今ねリニューアル予定なので、それ以外にもねお得な情報を流す予定でいますので、婚活に聞くねいい情報を流す予定でいますので、いいね公式 LINE お友達になっていただければと思います。またねこのオンライン婚活パーティーはなんと身元が保証されている方しか参加してないですね。でかつマッチングはその後でフォローもさせていただきますので、男性大体参加費が2000円ぐらい参加できるので非常に安いので、ぜひ参加してみてください。でこのパーティーに初めて参加された方限定で、私がなんと20分無料でマンツーマンで恋愛とか婚活の相談に乗らせていただきますので、ぜひねパーティーの方参加してみてください。ということで、また次回の動画後半でお会いしましょう。さよなら。